こんにちは、鎌田渚です。今日はこれができたら最強のアップバンガを徹底解説していきます。まず全体を乾かしていきます。この時に根元からしっかり乾かしてあげることを意識してあげてください。そうすることでふんわりとした質感になってくれます。分けたい位置を決めていきます。決まったら指2本を使って固定してあげてください。固定したらここで温風と冷風を当ててあげます。そうするとしっかり固定されるんですけど、この時にしっかりと冷風になることを意識してあげてください。冷風にすることでしっかりと固定されます。分けたい方向と逆の方に髪の毛を持ってってあげます。この時になんかちょんまげできるぐらいの髪の毛の量で大丈夫です。ここで温風と冷風をまた使って固定してあげてください。このままだと、まあ、大変なことになってしまいます。なのでまた流したい方向に流してあげます。この時にまた温風と冷風をしっかり当ててあげるとより効果的で固定されてかっこよく決まってくれます。次は横も押さえていってください。この時も温風冷風を使います。やっぱり固定するために冷風を使ってあげることでよりかっこよく決まりますし、このベースがしっかりと決まるとアイロン作業も楽になりますのでやってあげてください。自分でやるときはこのような形です。基本的には利き手でドライヤーを持って、利き手じゃない方の手でしっかりと押さえたり持ち上げたりしてあげることで楽にセットできます。髪の毛を縦に取ってアイロンも縦に持って巻いてあげてください。このことができるようになるとかなりセットが簡単になります。そうするとこのように綺麗に流れてくれます。こうやって横に巻いていくとシルエットが決まらなくなってしまうので、全体的に後ろに流すようなイメージで巻いてあげてください。このように巻くことでしっかりと横があんま出したい人がいないので、横は抑えられて巻いてあげます。自分で巻くときは利き手の方が難しいと思います。なのでこのように上から持ち上げて巻いてあげるとやりやすいので、ぜひ自分でやるときはこのように巻いてあげてください。次はちょんまげするぐらいの髪の毛を束に取っていきます。で後ろに巻いてあげます。そうするとより立ち上がりがしっかりとしてくれるので、このように巻いてあげるといい感じになります。分け目から1センチほど取って次は逆に持っていきます。そうすることで根元がペターンとならずにふんわりとしてくれるので、ぜひやってみてください。この一手間だけでかなりかっこよくシルエットが決まってくれます。巻きが足りないところは1センチ束で持ち上げて後ろに流れるように巻いてあげてください。そうするとしっかり綺麗に決まります。利き手の方はやっぱ難しいので、後ろからこのような形でアイロン入れてあげると巻きやすいので、ぜひやってみてほしいです。今日はアリミの面ハードミルクを使っていきます。前からつけてあげます。で全体シャンプーする感覚でなじませてあげてください。このようになじませるときに1分間ほど触ってあげることが大事ですね。でこのように地肌は触らないように注意してください。汚れが溜まってしまいます。馴染んだら残ってるワックスを毛先に揉み込んであげてください。こうすることでしっかりと全体が馴染んでくれます。振りながら下ろしていきます。馴染むことで振りながら下ろすだけでもかっこよく決まるので、馴染ませるっていうことが特に大事です。で前から見てシルエットを整えてあげてください。前から見た時のシルエットは特に大事になってきます。自分でやるときはこのように地肌につかないように全体触れてあげて振りながら下ろしてあげるがコツです。かっこよすぎのアップバング完成です。